everyone. This is Hayama の簡単カタカナ英会話。This time, I'd like to show you about Guardsmen, King's Guard in London. こんにちは。Hayama の簡単カタカナ英会話です。今回は、まあ皆さんもよくご存知だと思うんですけど、ロンドンのバッキンガム宮殿にいる近衛兵をちょっとピックアップしてみようと思います。独特な服装、制服を着ていますよね。あれは1858年からほぼ変わらないデザインだそうです。で、近衛兵になるにはまあいくつかの条件があるらしいんですけれども、見た目もかっこいいですよね。なんか身長が182センチ以上とか、まあ、戦地に行った経験があるとか、陸軍の人なんですけれども、実績のある熟練の兵隊で、本当に高度な訓練を受けている方たちだそうです。とても観光客が多いんですね、バッキンガム宮殿。で、まあ、ディズニーランドとかのテーマパークのキャラクターのような扱いを観光客がするというので、とても失礼なことをしたりするんですけれども、彼らは任務でガード護衛をしているわけですから、バッキンガム宮殿を守っているわけですから、持っているのは本当の剣であって、銃も本物なんですよね。で、あまりに度が過ぎたおふざけをすると、本当それらでなんか威嚇はしますね。他にも警察官とか軍隊の人たちもいるので、このバッキンガム宮殿を見るときに、観光客の人は一つルールがあります。兵士に触っちゃいけない、馬にもあまり触らないでほしいって。馬のところに Beware っていうのは、まあアテンションというか気をつけてという看板があるんですね。馬に触るとキックされるか噛まれますよって。それで手綱は絶対持たないでくださいっていう看板があるんですね。でも馬もとてもお利口さんで、嫌な時は鼻でその観光客をつついたり、本当バイト、バイトって噛むってことなんですけど、犬もバイトです。何でもバイトって噛むってことなんですけれども、人間もそうですね、バイトって噛むってことなんですけれども、噛んだりするんですね。なので、観光客の自己責任で馬には触るっていう感じでしょうか。この人たちも怒鳴ります、シャウトします。勤務中なので、やっぱりそれなりの何でしょう、責任感というか威厳もありますし、3つの言葉よく言ってました。 Get back、 下がれ、まあ Move back とも言うんですね。 Move back、 下がれ。それともう一つ、 Make wayって言うんですね。行進の時とか自分が歩く時に人が、観光客が邪魔をしていたら Make way、 これは道を譲れということですね。まあ、今回この動画で3つ言葉を覚えてください。 Get back、 後ろに下がれ。 Move back も同じような意味です。で、 Make way って言ったら偉そうに道を譲れということなんですね。まあこのくらいでしょうか。それでは Please watch and enjoy。 ガードワーナー、ロープアップ。この動画を見ていただくと分かるんですけれども、兵士もチャールズ国王も、スカート履いてますね。これタータンチェックのスカートですね。キルトっていう風に呼ばれています。チェックのこういう柄にはいろんな意味があるんですね。で、それらを調べるのも面白いと思います。これらは上等なウールで作られています。で、まあ、イギリスの、その王族たちも
スコットランドとかいろんなところで領地があって、そこに配属されている兵士さんに、チャールズ国王が視察に行ってるのかもしれません。昨今では SNS のインフルエンサーとかが写真を撮るために馬に近づいたりしますね。このお馬さん、ちょっとダンスをしているように見えます。英語では、I feel like dancing。この女性がタイプみたいなんですね。
You're my type. I like you って言ってるようですね。すごい甘えていますね。馬にも感情があるんですね。前の女性にあやかろうと、このアジア系の女性がこの馬を触るんですけど、 You are not my type、 僕の好みじゃないなって言ってこの女性を噛んでしまいます。おい同僚、水持ってきてやったよ。 I brought you water って言うんですが、この馬さんは I don't feel like drinking 水を飲む気分じゃないんだよねってはっきり表現してますね。この男性ちょっとしつこかったので馬が噛んでしまいます。あとは歯型がついてるんですね。馬ってすごい力が強いんですね。この黒人の兵士は馬のあぶみで観光客に近づくなって警告してますね。あぶみは英語でスターラップって言うんですね。あ、スナックだ、おやつだで、馬も喜んでいます。おやつは英語でスナックって言います。
この衛兵は任務中はふざけたりおしゃべりするのを禁じられているんですけれども、そういうことをすると処罰されるらしいんですが、勤務以外なんでしょうか。いかがだったでしょうか。おとぎの国のまるで兵隊さん、おもちゃの兵隊さんのようなこの衛兵ですけれども、なめたらあかん。本当任務中は怖いんですよ。Thank you for watching. I see you later. Bye.